はい。本日の相場解説、えー、9月13日5時36分。ちょっと早めなんですけども、もうね、端的に申し上げます。これ1時間足です。今日は1時間足しかお見せしません。さらにクローズアップしていきます。えー、と、まずは、この上の方に引いてある線がありますよね。これがだから右肩上がりの、あ下がりの単然天井です。お話したように、 あの、三点天井になるかどうかっていうところが、まず一つの争点だったんですけども、三点天井になって、そこから反転が始まりましたよね。もう反転したんですかっていう、あの、連絡をいただいた方もいますけども、細かいところはもうね、あのー、張り付いて見るしかないです、ここは。どうしても根元から取りたかったら、そういう風になります。あと、多少の度胸が要りますね。私はこの辺から入りました。ちょっとクローズアップします。はい、三点天井の、 反転したところがこちらですよね。ここからグッと下がっていってるところが見えますけども、私はここから入って、えー、昨日、昨日というかね、先ほど決済したところなんですけど、まず第1段階、ここで決済しました。なぜなら力点がここに働いてるからなんですよね。ここですよ、はいこ。こちら。こちらに働いてますよね。これ分かりますよね、もうね。ここのヒゲとここのヒゲ。そして、この長い、 陽線いうののはそのヒゲからななるゾーンを突破したことこんですよ要するにここに因縁がありますからここに達したときは決済しどきなんですよと思ったらやっぱり下がっていくかなと思ったら戻ってきて上がりましたんでこちらの陽線でね決済して目指し目指たということですここからまた新しい動きを見て再エントリーするという形ですよね、えーまあ、今アリゲーターラインもグーッと下に下がるうん暗示を出してますんでもう一回7時ぐらいに入ってもいいかなと思います まあそれではあ本日は以上ですね。